はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。10キロ走ってきました。これからウォークモードを解除しようと思います。はい、今ですね、ウォークモードのロックを解除しました。ではですね、ウォークモード解除していきたいと思います。はい、倒したモンスター470匹で、手に入れた心が16個。基本的には全部ですね。はい、真珠ポイント行きかなと思います。はい、あとですね、はい、スカウト結果、です。はい、極みのね、モンスターが、はい、失礼しました。極みのね、モンスターが、仲間になっております。ミイラ男のね、おせっかい、性格おせっかい。ちょっとね、スキルの方を見ていきましょう。これでね、甘い木とかね、あったらいいんですけど、はい、ちょっと甘い木はないということで、残念な感じですけれど、とりあえずね、極みのモンスター、はい、手に入ったということで、ちょっと驚きですね。ちょっと使い物にはならないような気もしますが、とりあえずそこはね、仕方ないでしょう。ということで、はい。とりあえずこんなところですかね。はい。あと、アルクンデス W の方を見ておきます。はい。11,189 歩、増えました。で、一応ですね、13章の、エピローグを、はい、回っております。でですね、仲間モンスターのところをちょっと見ておきたいんですけれど、金の卵をね、セットしておいたんですね。ということで、はい。金の卵4200、あとの、4283歩で、孵化する状態になっております。はい。あとは訓練場の方なんですけれど。はい。1万歩族のね、モンスターを置いといたら、レベル37まで、上がりましたということです。とりあえず、こんなところでしょうか。ということですね。はい。ゴールドパスのね、ログインボーナスもいただきました。でですね、ちょっと、こちらなんですが、ウォーク、何でしたっけ？ちょっと、そう、ウォーカーズスキルが、使えますので、今から、はい、覚醒戦利口ね、鎧の騎士編でですね、魔力の盾ごと、で、血染めの魔剣をですね、と戦っていきたいと思います。というわけで、それ用のね、パーティーに、設定をしておいてですね。そして、シナリのクエストの方もですね、はい、今から変えていこうと思います。ということで、イベントクエストの方に変えていきます。はい、覚醒戦利口の鎧の騎士編ですね。はい、こちらの方に、変えていきたいと思います。とりあえずね、血染めの魔剣、5分間だけね、ウォーカーズスキルの魔力の盾ごとを使いますと、結構、出てきますので、はい。血染めの魔剣をですね、心集めしていきたいと思います。ということで、ちょっとまずはですね、HP の方を回復させてですね、はい。一応ですね、パーティーとしては魔剣士2人に、こちらですね、両手剣を持たせております。はい。極炎の体験ですね。で、大魔導士に、ウロボロスの杖、メドローアの、ね、攻撃ですね。あとは、最後、忍者で、絶美なる妖弁ですね。こいつは、はい、バギブレスで、幻惑を入れる。あと攻撃力ダウンね。あるいは影縛り、そういうのを入れるのが、目的となっております。ということで、はい、それではですね、ウォーカーズスキル魔力の盾ごとやっていきましょう。はい、血染めの魔剣をね、はい、血染めの魔剣、とりあえず、はい、いきなり2体来ましたね。ということで、買っていきましょう。はい、単体の方ですね。ちょっとさっき動かれ、さっきこっち動けましたね。はい、しかも攻撃力ダウンもね、入りましたね。ということで、結構ラッキーですね。こっちからの攻撃なので、多分攻撃食らうことなく、倒せると思います。はい、攻撃力ね、ダウンがさらに入りました。ということで、ここはもう攻撃しておきましょうか。はい、ジバリア属性の、単体攻撃。はい、3000入りました。はい。あとはですね、はい、魔剣士行きました。これはですね、はい、フォースブラストで行きましょう。はい、28000。はい。あとはですね、はい。はい。あとは倒せるかな？あとはもうオートでいいでしょう。は
はい、ということで、単体で出てきたやつを倒しました。はい。S。残念ながら D ですね。とりあえず、あと A が1個入るとですね、グレードアップすることで、はい。あ、ちょっと、せっかく、血染めの魔剣出てたのに、2体出てたのにね、もっと いたやつが消えちゃいましたね。ちょっと残念な感じです。はい。まあ、とりあえず、あと、もうちょい時間はありますので、血染めの魔剣いました。はい、魔剣士はですね、まず、フォースブラストで、半分ダメージをね、消費しながら、大ダメージを相手に与えていきます。ガードされることがね、あるので、まあ、それだけがね、ちょっと難点ですよね。まあ、今回はね、ガードされずに終わりました。で、魔性の吐息っていうのかな。はい。バギブレスで、まあ、これは幻惑を入れるのが目的です。まあ、運が良ければ攻撃力ダウンであったり、影縛りもですね、まあ、今回ちょっと入らなかったですね。幻惑は入りましたね。ということで、ここはですね、メドローアで、血染めの魔剣を叩いていきます。大魔導士はね、はい。山彦は起こらないか。はい。はい、ここで、フォースブラスト行きましょう。はい、ちょっとね、ギリギリでしたけど、はい、倒すことができました。来い。あー、心がね、ちょっと今回は落ちなかったですね。ということで、とりあえず呪文で、回復させておいて、はい。とりあえずね、血染めの魔剣がいなければ、はい、逃げるということをしておきます。逃げます。ちょっとね、時間もったいないので、逃げます。はい。はい。これも逃げましょう。はい。時間はですね、あとどれぐらい、1分30秒残ってますね。はい。はい。はい。血染めの魔剣がいないので逃げます。どうでしょうか。はい。残り1分。はい。今ですね。はい。血染めの魔剣がいなければ逃げる。はい。ちょっとなかなか出てこないですね。はい。はい。はい、残り30秒ですね。お、来た。オッケーオッケーオッケー。行きましょう。はい。魔性の吐息。で、まあ、これで幻惑を入れます。まあ、ほぼ幻惑ね、入りますよね、これ。はい、お、影縛りまで入りましたね。はい。で、魔剣士はですね、はい、フォースブラストで攻撃していきます。大ダメージを与えていきます。うん、とりあえずね、血染めの魔剣にガードされなければいいです。ああ、これがね、最悪のパターンですね。はい、助っ人さんがね、うまく攻撃してくれたらいいんですけれど、とりあえずここは、まあ、今日の詠唱、いきます。うまい具合にね、暴走入りましたね。はい。はい。幻惑がね、入ってよかったですね。はい。なんとかね、倒すことができました。まあ、魔力の盾ごと、時間的にも、これで終わりかな。はい。ちょっとね、残念ながら。
はい、心はね、D1 個という結果に終わりました。まあ3体ぐらいに倒せましたね。まあとりあえずね、こんな感じで、覚醒戦利口のね、血染めの魔剣攻略の方をしております。まあ基本的にはね、ウォーカーズスキルで魔力の盾ごと使って、戦うようにしております。なかなかね、ノラのやつがね、出てこないんですよね。ということで。とりあえず、まあ、こんな感じで、今回はやってみました。まあ、とりあえずね、まず最初10キロジョギングしてのウォークモード解除からという感じですね。まあ、さすがにね、4月になったということで、まあ、花粉もね、飛んでますけれど、まあ、だいぶ暖かくなって走りやすくなってきました。はい。ということで、まあ今回ね、何らかの参考になれば幸いでございます。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。